1> l 1 3 a 1 3リットル DS i DSI エンジン l d a 1 3ル DS i DSI VCM エンジン L 型エンジンは、ホンダ技研工業で製造されている小型車種及び、ハイブリッドカー用の直列4、気筒ガソリンエンジンである。ルファーコードハイブリッド用に開発された、ミラーサイクルエンジン。L 型の形式を持つ一方で、R 型エンジンをベースとし、 同弁形が DOHC 化されたほか、吸気カムシャフトには、ビテックと電動 VTC を組み合わせたアイビテックが装着されている。また、ロッカーアームやクランクシャフトなどが大幅に軽量化され、水冷 EGR の採用などと合わせて多くの条件の中で熱効率の向上や冷却損失の低減が図られている。吸気カムシャフトには、 燃費用と出力用のカムがあり、ビテックにより状況に合わせて切り替えられる。出力用カムは燃費用カムより狭い作用角が与えられており、吸気バルブが早めに閉じることで吸気の充填効率を上げ、出力を向上させる。電動 VTC はエンジン再始動時の振動を低減を可能にする目的もある。吸気バルブの遅閉じにより、 圧縮比は13.0と高く設定されている。その他、従来ベルトなどで駆動していた、冷却水用ポンプやエアコン用コンプレッサーなども、電動化され、補給ベルトが不要になったことによる、フリクション低減やエンジン全長の短縮も、図られている。L13 バイト3台メフィットに初搭載された、ミラーサイクルエンジン。DOHC 化され、吸気側では吸気を外時の、 ミラーサイクルを実現する高回角カムと通常の境界角カムを持つビテックを採用。エンジンが低回転時と高回転交付加時に境界角カムを使用する。さらに吸気側に電動 VTC を採用しお外時制御やオーバーラップ制御を行う。圧縮比は13.5でクールド EGR も採用する。L15 バイトレブ2代目フィットハイブリッド向けに初搭載された。 ミラーサイクルエンジン。上述の L15 バイトエンジンをベースに開発された排気量1.5リットルのもので燃料噴射を通常のポート噴射に変更の上ミラーサイクル化されている。組み合わせられるハイブリッドシステムは1モーターのスポーツハイブリッド IDCD のみであったが2018年に発売されたクラリティフェブには2モーターのスポーツハイブリッド IMMD が搭載された。 ベゼル及びジェイド搭載にあたっては、本来の島内燃料噴射との組み合わせとなっている。L12 バイト、L13 バイト、L15 バイト、L15、C、ビテックターボ l d a l i ビテックレブルファ LFBL12AL13、AL15ALDA 初代シュビックハイブリッドは、3気筒を、2代目シュビックハイブリッド及びインサイトでは、4気筒すべてを休止させる。エンジン回転数の正式名称は、 エンジン回転速度、j i s b 零一零八から一による、登場当初のアイビテックは既存のビテックに、位相可変機構、v t c を組み合わせたものを指していた。その後、v t c の有無に限らず何らかの新機軸を盛り込んだ、ビテックをアイビテックと称するようになった。変バルブ休止を行うサエ s チシービテックは、すでに存在したが、吸気量の検出方法を改良したことで、 アイビテックと称することとなった。モーターファンイラストレーテッド編集部。世界のエンジンウォールアルバムファイル A46。ホンダルファ。R20A。モーターファンテック。2020年10月20日閲覧。httpwww.handens.com <olho っ>。channels.Honda a u t o ィット i リ,リー s f i t r e l e a s e s 2 0 1 5 Honda Fit Power Trains. アキュラブランドでは2006年のアキュラ RDX に搭載された K23A がある。ありがとうございます。